はい、えー、今日はですね、えー、Wi-Fi ウォーカー NAD11、えー、WiMAX プラス2プラスウォーカー NAD11 の便利なアプリのご紹介をしたいと思いますね、えー。やり方と設定の仕方、結構分かってない方がいられるんで、あの教えたいと思います、えー。それはですね、リモート起動リモート起動。 させるツールです、ね、えー、っと、Ymax2 プラスルーターという、このアイコンですね。ちょっと見えにくいと思いますけど、えー、Ymax2 プラスツールで検索されると出てくると思います。それか、A タームと入れれば、NEC の A タームで出てきます。えー、間違ってはいけないのは、Q バージョンの方もありますので、必ずこちらの Ymax2 プラスの場合は、 Ymax2 プラスって書いてある方のツールを入れてください。Ymax2 プラスツールっていうのを入れるということが大切ですね。はい。えー、どうするかというと、ちょっと起動したんで、ちょっとその周波、あれを変えますね。ちょっと待ってくださいね。えー、Wi-Fi は今2系統で飛んでるんで、えー、こっちらの Wi-Fi に切り替えます。えー、そうじゃないとあのできないんで、はい。今 接続しましたね。切り替えました。こちらのワイマックスウォーカーに今、えー、切り替えたところです、えー。接続中ですね。でどういうふうになるかというと、ですねこのワイマックス2プラスツールのおーツールを入れてもらうと、はい、画面が出てきますはい出てきました。はい、こういうふうにですね、左側からワイマックスの電波状況。 2プラスので。で、Wi-Fi が飛んでいる状況と、この窓ですね。こちらの窓の情報が、別の端末、使っている端末で操作ができるという、リモートコントロールできるというものですね。はい、今、画面見てもらうと、僕がここに持ったんで、電波のあれが上がりましたね。ここが電池の残量です、今、83%。 Wi-Fi が接続1ですね。1というのはこれに接続しているから1なんです。はい、えー、もう1つ iPhone に接続すれば iPhone2 になりますね。でここでハイスピードモードと遠隔でノーマル、ノーリミットモードがー選択できます。はいで、えー、ここが Wi-Fi2 プラスと Wi-Fi スポットのモードがあーあー設定できます。あと、ここで休止状態に、えー、コントロールできます。 はい。こういうふうなアプリがあ立ち上がってくるということですね。NEC の YMAX2 プラスツールと検索してください。出てきます。必ず。NECYMAX2 プラスツールですよ。で、えー、やり方は、また他にあります。情報表示をすると、情報表示を押します。すると、7GB 制限が始まったときに、 あなたは今どれだけ使ったかというのが分かりますね、今月。1.69GB 僕は使ってます。ここまでいくと 7GB 規制を超えるということです。でも最初のうちはまだマ m a x は2年間2プラス使い放題になってますので、この規制が始まるまではこれは見なくてもいいと思うけど、だいたい自分がどれくらい使っているかというのは参考になると思います、はいで。こういったツールが遠隔ツールですね。 えとカバンの中に入れて端末からこちらをリモート,リモート起動できるという、はいえー、アプリですね。無料です、もちろん。やり方はですね、えー、まずアプリを入れる。第2にここのルーターですね。NAD11 のこちらの方横の方の設定画面で、はい見とってください。出ましたね。はいでもう一度しう、端末接続。 えー、無線 LAN 接続、えー、機器設定、機器設定を長押しします。通信モード、はい、通信モードの次のリモート起動で、これを長押しして設定にしてください。今僕はもう設定してるんで、これを長押しして、リモート起動の時に、ここのボタンを長押しして設定と、はい、すると設定が完了でする。これをしないとあのこちらに飛びませんよ。はい。 今の必ずするってことですそれと、すると、ここに、え先ほど言った Ymax2 Plus のツールのアイコンが出来上がったら、最初起動するときに、これは僕はもう設定してるんで、こういう風に読みますけど、最初出てきた画面に、聞いてきます。接続用のパスワードみたいなのが。そこに入れる文字は、 アドミンって入れてください。英語で、アルファベットで、アドミン、ADMIN、アドミン、アドミンです。上と下を同じものを2つ入れてください。アドミン、わかりますね。アドミンと入れてください。えー、あれはアドミンと読むのかどうかわかりませんけど、僕は勝手に読んでるんですけど、AD、上に出てる、出てきたあれと同じものを下にも入れて、 すると接続が完了します。そこが大事ですよね。あ最初に聞いてきますので、えー、パスワードそれは Admin と入れるということを、まあ、覚えておいてください。上も下も同じものを入れればいいということです。すると、こういうふうに接続して、えー、遠隔コントロールができる NECYMAX2 プラスツールルーターっていうので、えー、遠隔コントロール、リモートコントロールができるという優れもの。片一方はバックに入れとっていいですよね。 バッグとかあ机の中に入れていても n e c イマックスのこちら使っている端末で情報をコントロールできるというリモート起動のやり方ですね。もちろんこちらにも入れております。えー、何個入れてもその起動、はい、僕はこれは iPod Touch ですけど、ここにも、はい、入ってますよね。iOS、Android どちらにもアプリは無料でありますので、ぜひ 皆さんも入れてみてはいかがでしょうか ?Ymax2 プラスルーターのリモート起動のやり方。NAD11 リモート起動のやり方のご紹介でした。では皆さんもぜひこれは便利ツールです。入れてみてください。ではまた。さようなら。